どうなっとるんかな。はい、じゃあちょっと、はい、ようこそ来てくれました。ありがとうございました。今から皆さんね、聞いて、もうすでに聞いてみえる方あるかもしれませんけど、全然別に今こう映ってるのはうちの学生ですね、本学の学生なんですけど、別に優秀な学生をより選んだというわけでもありませんし、かといって全然いけない学生を集めたわけじゃないないんですよね。これ雑談ですよ皆さん、いいですか。あんまり真剣に取らないでくださいね。授業講義になったらやりますけど、やっぱり、ね、大事なのは授業の前の雰囲気作りですよね。ね、やっぱりこれはもう大事で、こういうことを実は教育学部ですから学んでいくんですよね。授業作りはいろんなものもありますけど、こういうふうに授業を作っていくんだよっていうねことをですね、いろいろこう学びながらやっていくんですね。で今日は、20分になったら授業を始めますけども、本当にダイジェスト版をします。で、ここにいる学生と事前打ち合わせをして、こういう発言をしてくださいなんてことは一切打ち合わせしてませんので、本当にまさにライブですね。せっかくこの今日のオープンキャンパスはこれのみがライブ中継ということなので、本当に授業というのはライブですよね。子どもが何というか分かりませんしね、やり取りをしていくところに面白さがあるわけですから、ではそろそろあれですかね、キューを出してもらえると授業を始めたいと思いますけど、お願いをしたいと思いますけど、はい、はい、ということで、では改めてね、今日は岐阜聖徳学園大学、オープンキャンパスライブの授業ということでですね、ようこそ皆さん見ていただいています。一緒になってですね、私が問いかけをしますから、一緒になって考えてもらうといいかなと思います。もし手元に何か紙があると、後半ですねちょっと作業もしてもらいますから、もうそんな大きな紙じゃなくてもいいので、紙ももしあれば用意をして臨んでいただきたいなと思います。今日私がやる講義というのはもう特別の講義ですね。オープンキャンパスのためにですねやる講義で、こういう講義があるわけではないんですね。で、教師になるための道という講義をしたいと思います。で、まず私自己紹介をしたいんですけどね、初めて私に出会う人がほとんどだと思いますから私はね、いっぱい本を実は出しています。これで、世の中に玉置隆とこう名前が書いてある本は表に37冊出ています。37冊出ていますから、本屋さんへ行くとですね、皆さんいいですか、必ずですね1冊か2冊は玉置隆と書いた本がありますから、それを見つけた人にお願い、それを見つけた人はその本をずっと表に出しておいてほしいですねお願いしますね。もう目立つことが大事なので。そしてさらにこれ DVD なんですよ。私 DVD も出してるんですよ。これ DVD のジャケット写真ですよね。だいたいこれいい講義だとここで拍手が起こるんですけど、冷ややかな拍手、ありがとうございます、はいはい、こう授業ってね、こんな風にして子どもとの距離を縮めながらだん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 やっていくっていうのはとても大事ですね。こんなことも講義をしながら学んでいけるというのはうちの大学ですね。さて今日は、大きく4つ、40分しかないんですけど、大きく4つの話をしたいと思います。まさに大学授業のダイジェスト版ですね。一番初めは大学の講義のあり方というね、そして、教育とはから教育、教師になるためにはね、そして、大学の授業を経験するということで、私が教師論とか、初等算数ということでやっている授業を体験をしてもらいたいと思います。でね、まずはじめちょっとね考えてもらいたいんですけど、いいですか、大学の講義のあり方をちょっと示すための例ですね。ちょっと皆さん考えてくださいね。いいですか。池谷裕二さんというね、今テレビにいっぱい出てきますけど、脳科学者がやられた論文から僕はちょっと参考にしています。ね、でね、スワヒリ語を全く知らない学生を何十人集めたんです。スワヒリ語を全く知らない学生を何十人集めて、そして ABCD の4つのグループに分けたんですよ。人数一緒。ね、それから学力的にも一緒ですよ。だからほとんど A も B も C も D も同じなんですよ、ね、そしてスワヒリ語を覚えなさいっていう指示をした、ね、で覚えて A も B も C も D もテストをやったんです。覚えてテストやった。そしたらね、いいですか、テストやって A グループはね、ここから違いがあるんですけど、 A グループは1問でも間違えたら
いいですか。 A グループの人には全部覚え直しなさいという指示を出した、ね、そして、テストも40問をやり続けた。いいですか。で、満点取ったら A グループ合格。いいですか。 B グループは1問でも間違えたら間違えたものだけ覚え直しなさいという指示をして、テストはやっぱり40問やり続けたんです。で、全員 B グループ満点取ったらゴール。 C グループは1問でも間違えたら全部覚え直しなさいって言うんだけども、テストはその学生が間違えたものだけを選んでテストを繰り返し繰り返しやってって最後全部覚えたらゴール。 D は間違えたやつだけ覚え直せと言って間違いだけをテストやってった。さて、これによって脳科学者の池谷さんはどっかのグループが早くゴールしただろうって予想したんですね。さて、皆さんも予想しましょうよ。いいですか。じゃあちょっとプリントに A か B か C か D か、はい、書きましょう。はい、授業ではこうやって考えましたかと言っても考えたふりをする子どもがいますよね。だからこうやって書かせるっていうのはものすごい大事です。作業をさせると自分の立場を発揮する。じゃあ手を挙げてもらいますよ。あ、まだ書いてない人いないですね。もし書いてない人がいたら早く書けって言えばいいんですね。さあ、じゃあ手を挙げてくださいね。 A だと思った人、 A が一番早くゴールしたな。はい、誰もいない。 B だと思った人、はい。 C だと思った人、はい。 D だと思った人、ああ多いですね。じゃあ、生田さん、なぜ B だと思ったんですか。いや、まあ、間違いのみ覚え直した方が効率がいいなと思って、あと、まあ覚えてたものを忘れちゃう可能性があるんで、まあ、それでもう一回覚えてたやつは覚え直さず、まあ、テストすれば、まあ、覚えれるのかなって思います。なるほど。 B は1人、 A はなしで B は1人、 C は誰だ、もう一回手で C。 じゃあ北上さん、どうして C？なるほど。じゃあ松浦さん、なぜ C？ 私も同じで、覚えても忘れてしまうことがあるので覚え直しをもう一度して、テストは間違えたものだけでいいかな、言った方がいいかなと。はい、なるほど。じゃあ D は誰だったかな。で、はい、じゃあ、はい、伊藤さん、どうですか。一回覚えたらそのもう一回やるのはちょっともったいないというか、時間の効率がもったいないので、間違えたところをやっただけの方がやっぱ効率はいいのかなと思いました。はい、さて皆さんね、どう思いましたか。皆さんそれぞれ考えを持ちましたか。自分の考えを持つと人の考えが気になる。これが授業の原則ですよ。先生が一方的に喋ってると気にならないんですけど、自分はこうしたなと思うと人の意見が気になる。これ大事な学習の要素ですね。さて結論言いますよ。怒っちゃダメよあのね、実はね、実験の結果ね、ほぼ同じように時間でゴールしたんですよ。あ、嬉しいな、ってね、へーって言いたくなるよ ね。ところがね、なんでこの、実験が有名になったかというと、1週間後ですよ。何も言わないで、学生に何も言わないで1週間後集めたんです。そして同じテストやったらなんと違い出た。あのね、 AB グループは 80% ぐらい正解してるんです。 CD グループは 30% ぐらいに正解率が落ちてるんです。ということは、脳科学者、さすが池谷さん、覚えろ覚えろっていうのはこうインプットだよね。覚えなさい覚えなさいってインプットじゃないですか。で、テストっていうのは出力でしょ、書くでしょ、書くっていうのは出力ですよね。人に喋るっていうのも出力ですよ。話し合うのも出力ですよね。つまり、AB グループはいっぱい毎回40問のテストやったでしょ。だから定着がいいんです。 CD グループは出力が少ないから定着が悪い。つまり池谷さんはこういうこと言ってるんです。脳というのは、脳のパフォーマンスは入力よりも出力した方が高いっていうことですよ。覚えろ覚えろというより、途中でも、はい、どう思った、あ、そう、これは、あなたはどう感じるの、私はこう思います、これどう、どういう意見、 B、 そういうふうに言うと出力した方が脳は働くわけですよね。さて、授業始まって8分ぐらい経ちましたけど、この部屋で一番出力してるのは誰ですか。
私ですよね。つまり私の脳のパフォーマンスはめちゃくちゃ高いわけですよ。最高ですよ。皆さんの顔を見ながら授業やってるわけですからね。だけど聞くというだけで、入力だけでいくと脳のパフォーマンスは落ちちゃうわけ。そこへさらにつまらん話したらもう眠たくなるに決まってるでしょ。つまり今のこれからの大学の授業っていうのは、もううちの大学もどんどん変わってきていますけど、つまり出力を多くする、アクティブラーニングって言われますけど、とにかく学習者が能動的に参加をしていく、そういう授業をですねやっていくっていうのがうちの大学でも、もちろんその出力ばっかじゃないんですけど、そういうことをやっていった方がいいなっていうのが言われているということなんですね。つまり、そんな授業をうちへ来ると体験できますよ、学べますよっていうことですね。よろしいですかね。さて次のステージいきますね。学習指導要領っていうのがね、高校の皆様に見ますから言いますと、学習指導要領っていうのはね、これから小学校、中学校、高等学校でどんな教育内容をしなくちゃいけないかっていうのを国がね10年に1回ぐらい決めている。それが学習指導要領というものですね。で、一定の水準、どこで授業を受けてもね、どこで授業を受けても一定の水準で、教育ができるようにということで作られているんですけど、でね、小学校はね、ちょうど今年からね、新しい学習指導要領が動き始めたんですね。新しい学習指導要領前ね。で、その小学校っていうか、中学校も、これが高校もですね、これから始まっていきますけど、今度の学習指導要領は予測困難な未来社会ってことですね。金子さん、予測困難な未来社会って言ってる意味わかります？どんなふうに捉えます？なんかいろいろが進歩しすぎて、これからどうなるかわかんないってことかなって思います。全くその通りですね。その通りなんですよね。実はね、どうなるかわかんないでしょ。今までの学習指導要領っていうのは10年先はこうなるぞってきちっと予測して、だからこういう教科を入れようよって決まっていくんですけど、簡単に言うと20年前にね、いいですか、これからの日本の子どもは自ら課題を見つけて、自らその課題を解決していくために力を使わないといけない、そういう力を育てないといけない、こうね、言われて新しい教科ができたんですけど、はい、その教科は何だって思いつく人いますか？はい、じゃあ二宮さん。総合的な学習の時間です。ああ、そうです、総合的な学習の時間。実は総合的な学習の時間が入れられたのは、これから日本の子どもたちは自ら課題を見つけて解決していく能力がいるんだ、社会にこう出ていくときにそういう力がいるんだ、こういうふうに言って先を見て教育が決められていっているんですね。で、さて、今度はね、さっき金子さんに聞いたけど、今度はね、予測困難な未来される。ちょっと玉木先生、言ってることおかしくないですか。さっきは学習指導要領は10年先をきちっと予測して教科変えていくよって言ったでしょ。ところがね、今やね、もう予測困難なんだよね。どうなるか分かんないよね。ね、どうなるか、遠藤さん、どうなるか分かんないですよね、世の中。はい、例えばどんなとこで感じる？なんか AI の発達とか、あとなんかいろんなものが自動化してたりとか、そういうなんか技術の発達で感じます。めちゃくちゃ嬉しいね。次のスライドを見て言ってくれたような嬉しいなこれ AI ね、まさにこれ変なホテルって、先生泊まったことないんだけどね、変なホテルでチェーン店が今できたそうだけど、そこでほとんどロボットが受付やったり、いろいろ荷物運びやってんですよ、変なホテルね。私はね、泊まったことないんだけど、本で読んだんですよね。で、最初にできたのが、私の記憶が間違いないとハウステンボスという九州の方のね、ところでできたんですけど、本を読むと、はじめね、導入ロボットは6種類、受付、これいいですか、これ人間じゃないよ、これロボットですよ、女性ロボットですよ、いいですか、これも言っとくよ、人間じゃないよ、こんなの分かるね、分かりますよね、分かりますよね、なんかかぶってるわけじゃないよ、ロボットですよ、ね、ロボットを受付やるんですよ、ね、それから、荷物を運んだりとかね、6種類のロボットが働いていた。ところが3年経っただけでロボットの数が26種類に増えた。で、
初め3年前は82のロボットが6種類のロボットがいろいろホテルの中で働いたのが3年経っただけで26種類に増えて219のロボットがこのホテルでロボットがまあ働いているって言ったらいいんですかね。で先生が一番興味持ったのは人間ですよ。初め運営スタッフが30人いた。ところが3年経ったら人間5人しかいないね。5人しか。ねえ。さて質問。この5人は何をやっているでしょう。あのお客様のクレーム処理とかいろいろ質問はまあ人間がやってるというのはね除いて、そしてメンテナンスもそうよ。ロボットが動いてるかはやってるとして、さて意外なことを人間がやってるんですよ。はい、ちょっと気を使いながらお隣同士こうどうですか。はい、ありがとうございます、ね。はい、これ授業論でいくとね、こういうね、そう、こう、まあ、何でもありだなっていうのはあんまりね、こうペアで喋らせるときに時間かけない方がいいんですよ。だんだん雑談になっちゃうから、ね。でも発想を豊かにするためのきっかけとしてはこれ話し合わせるのとてもいいんですよね。生田さんなんか今言ってたね。意外と掃除とか、あの人間がやってるんだよ。なんか自信持って言ってたよみんなに。なんか掃除って結構シミにもいろいろ種類あったりとか、動かすものにも結構いろいろ種類あるので、意外と人間がやってる。いい発想してますよね。これがね、私は生田さんという人と結構ゼミでつながっているので偉そうに言ってたねなんていうふうにして、こうある程度これある程度褒め言葉なんだよね。こうやって機械が人間事業やるわけじゃないから、この子どもの特徴やもちろん生田さんにそうやって言って、もちろん好意的に取ってくる、好意的に取っとるよなというふうに、これが教育なんだよね。ああ、先生面白いよねって言ってね、実はね、あ、まあじゃあ曲こうか。はい、あなたは何だと思う。松浦さん。質交換がこうやってロボットはできないんじゃないかという話をお伺いしました。質交換ちょっと次のスライド見たような。実はそうなんですよ。あのね、ベッドメイキングやってるんですよ。あの床掃除や何かはあのね、ロボットがやるんだけど、シーツ交換はやっぱり人間しかないんですよね。で、さていいですか、あなたは変なホテルへ就職しました。お仕事はベッドのシーツ交換、同僚は219のロボット。矢崎さん、どんな気持ち。なんか虚しくなっちゃうよな。まあな、虚しくなっちゃう。そこで働いてる人いるからな、あれだけどな。つまり、ありがとうございます。これからの教育していく上に、先生たちはそういう世の中に子供が行くんだよって思わないといけないでしょ。先生ってね、世の中の動き知ってないといけないですよ。でしょ。だからいっぱい仕事変わってきてるでしょ。そういうこともやっぱり先生は学んでいかなきゃ。だからあのそういうことを踏まえて、予測困難な時代に子供たちは生きていくんだよっていうことを踏まえて、教育が作られていってるんだよっていうことを、学習指導のことをしながらするんですね。大学の講義ではこういうふうに背景を説明しながら、きちっとした国の文部科学省の流れなんかも抑えながら、そして法律的なことも抑えながら、そして現実を捉えながら、こう授業をやっていきます。いいですね。さてだんだん皆さんね、あの非常に柔軟な、発想になってきたので、ではね、少しさらにちょっと固くなりましょうね。教育とは、いいですか、プリントでここだけ、何々を守る、何々を育てる、何々を育てる、何々を育てる、あえてこの4つで言うと、教育とは何だろう。1番2番3、まあ2番3番4番は順育てるだからいいけど、ちょっとメモしてください。はい、時間あげます。どうですか。
発問といいます。こういうのは発問といいますね。発問というのは教師がもうもちろんこちらに内側に答えを持っていて子どもにまあ聞くっていうですね。質問はまあ全く持ってなくて聞く、発問はある程度っていうかまあもちろん教師がこういう望ましいというか考えがあって聞くんですよね。まさに発問です。私はこの講義をやるときにこういうことを言ってほしいな、もちろんね多様な答えはもちろん求めますけど、こういうものを発問と言います。で、これは教育学部ですからいろんな授業を通して先生がもちろん発問していますが、発問というのはこういう意味があるよ、こういう発問がいいよなんていうことも、授業の中であちこちで学んでいくということですね。じゃあ、一番守るだけはあれだね、守るだけ、はい、これはもうこれだと思う人どうぞ。はい、じゃあ、矢崎さん何を守る？命を守る。命を守る、はい、北上さん。私も命を守る。はい、はい、僕も命を守るです。子供を守る、うん、子供の何を守るの？命です。ね、もうまさに今そうだよね。今学校そうだよね。日本全国世界中の学校が子どもの命を守る体制だよね。学校で子どもの命を守れんなんてたらとんでもないことだもんね。だからまさに今このコロナ禍において命を守る、いいですね。これはいけると思いますね。じゃあこっちから思いついたもの、何々を育てる、ね、これは多様な答え、はい、何を教育を育てる、生きる力を育てる、はい、心を育てる、体を育てる、はい、自立性を育てる、はい、未来を育てる、未来をかっこいいな未来を育てる、いいね、はい、どうぞ。考える力を育てる、はい、頭を育てる、はい、学ぶ力を、あ、いいですね、みんないいですね。まあ基本的に言うと命を守るほうがいいね。心、体、学力ね、いわゆる心と体と学力ね、まあもちろん今いろんな言い方してくれましたけど、基本的には子どもたちの命を守ることは大前提だけど、心、豊かな心を育てる、たくましい体と、精神を育てる、そして、学力ね、力、学ぶ力、生きる力、まあ生きる力の中に入ってますけど、そういう力を育てていく。金子さんが言ってくれたこれは3つ合わせたものが生きる力ってね、まあ今言われていますね。はい、そんな風ですね。いいですかね。はい、こういうことをですね学んでいくね、でいろんな観点ですけど、矢崎さん最近すごく命を守るということで少し、玉置研究室、ご覧いただいている方はですね岐阜聖徳学園大学玉置研究室で検索していただくとホームページが出てきますね。でそこの記事に矢崎さんなんか命を守るのことでちょっとなんか最近ごくごく最近書いてくれましたよね。ちょっとどうぞ。教師っていうのは先ほど先生がおっしゃったように命を守るということも大切だと考えたんですけど、ある機会をいただいてその命を守るっていうその言葉の重さにちょっと自分はなんか震えてしまったっていうのをこの前記事に書かせていただきました、うん、はい、ということでね、これあれでしょ、すごく興味湧いたでしょ、読みたいと思ったでしょ、ね、これは大事ですよね。全部言ってしまわない、ね、なんだろうなっていうね、これでまたアクセス数が増えますよね、ありがとうございます、はい、ということで、まあね、本当に大事です、ね、ごめんなさい、本当は深めていきたいんだけどね、許してくださいね皆さんね。さて大事なのは教師になる道ですので、教師になるには、本学もちろんなれますが、教員免許証を取得しなくちゃいけない、ね、免許証を取らなくて、それは大学で、きちっと単位を取れば免許証が取れます、ね、そしてもう一つは教員採用試験に合格をしなくちゃいけない。で本学ではどんな教員免許証が取れるかというと、まあ、細かくホームページ見ていただけばいいんですけど、簡単に言うと幼稚園の先生の免許、小学校の免許、中学校教科別ですけどね、中学校の教員の免許、それから高等学校、これもまあ専門の教科、そして特別支援学校教諭の、まあ教員でいけばこれだけの免許がもちろんね誰でも取れるわけじゃないよね。大前提は
どうしないと取れないの単位？単位を全部取る。つまり勉強しないと、あ、そうですね、いけないというね。はい、あのということだよね。ここに通ったら取れるってもんじゃないからね。言っとくけどね、なんか通ったら自動的に取るわけじゃないから、もちろんね、その取ってもらうために講義をやるわけですけどね。はい、これあんまり詳しく聞かない方がいい人もいるのであまり聞きませんけど、あの、はい、ではしたいと思いますね。そして、これね、でもね、授業ってね、ユーモアが大事なんですよね。亡くなってしまった社会科の授業名人の有田和正先生という先生はね、笑いのない授業をした教師は逮捕しろっていうね、こと言ってるんですよ。常にいつも笑いがあるっていう授業は無理ですけど、やっぱ子供との距離を縮めるためにはある程度のユーモアがいるよ。これ有名な先生です。でこんな過去に生きた素晴らしい先生との出会いもある授業がありますね。ぜひあの本学、ね、あの楽しみにあの入ってきていただきたいなと思っています。そして、教員採用試験に合格しなくちゃいけない。これは今まさに4年生が、本学の4年生が都道府県政令市ごとに行われます。だいたい一次試験が7月ぐらい、まあ、早いところはあるんですけどね、それから8月ぐらいと、まあ、一番そのうちの学生さんで多いのがやっぱり岐阜の先生になる人、愛知の先生になる人、そして名古屋の先生になる人っていうのがやっぱり多いですね。もちろん三重とか長野とかいろいろ滋賀とかありますけど、まあ、人数でいくと多いんですけど、どの都道府県を受けられてももう安心してください、ね、きちっとあの、就職課がサポートしますし、いろんなあの大学人が一丸となってですねサポートしていきます。ご安心くださいということで、さてずっと喋って、ばかりいましたので、そろそろ皆さんに、初等算数の私がやっている、まあ、教師論という授業でもやるんですけど、少しね体験をしてもらいましょう。聞くばっかりではダメだって言っときながら最後までこうやって聞いてたのは辛いですので、今からですねものすごく子どもたちが乗ってきてこう盛り上がる、ネタを、お知らせをしたいと思いますね。ものすごくみんな乗ってきてね、いいですか、一生懸命声を張り上げてやってくださいね。いいですか。はい、お願いしますね。はい、さあそれで少し硬い話をするんだけど、まあ、算数のね、さっきの学習指導員の目標には算数の目標があって、まあこれ長く読みません、もちろんね、あの本当に大学講義ではきちっとありますけど、今日は今からね数学的な活動、算数と言いながら数学的な活動、これ不思議でしょ、またね、なぜって、実は10年前は、算数的活動だった。今度から数学的活動なの。なぜってこう追求していくのはまさに大学の講義ですよね。で、この算数的数学的な活動を今からやってもらいます。じゃあ数学的活動って何かっていうんですけど、数学的活動というのはまあ簡単に言うとね、やり方をねこう覚えるんじゃなくて、なんか活動してて気づいていくんですよ。気づいていく。あれ？俺は要するにね、単に問題を解決することのみならず、今から先生は数学で活動してもらいますけど、のみならず問題を解決しながら、まあ、振り返ってっていうとあれ、まあ振り返ってるとあれそうなのっていうような予想を立てたり、えっていう得られた結果を元にして数学的に高めていこうっていうのが数学的な活動なんです。で基本はね、あのこの数学的な活動っていうのは、まあ、全体に入っていますから、どの授業でも算数の授業において数学的活動があるのが一番望ましいんですけど、さて長話はやめて、今からね17番目の秘密というね、皆様紙をちょっと用意して、いただいて一緒にやりましょうよね。で17番目の秘密っていうね、1番から17番まで上にプリントで何か紙で書いてください。下にちょっと書けるようなね、スペースがあるようにしてください。いいですかね。ちょっと皆さん準備してる間聞きましょうね。はい、松浦さん、17番目の秘密って聞いて何か浮かぶことないですか。どんなこと浮かぶ、17番目に何か秘密があるのかなって思います。いいよ、17番目に秘密があるんかなと。授業というのは初めはね何でも言っていい雰囲気を作らないといけない。初めからね
これなんかね、法則なんて言ったらね、もうダメですよね。はい、金子さんなんか思うことない？1番からなんか順番にやっていけば、ああ、17番目に何かが分かるのかなって思います。ああ、いいですね。これ予想って言うんですよ、予想と。はい、伊藤さんは17番目が特別な数字なのかなって今考えています。おお、17番目が特別なのかもしれないと。ね、いいですね。私は授業の時にね、こうやって子どものつぶやきをメモしておきます。これも授業技術です。これが活かせることができるんですよね。だからね、これが活かせることができるので、いいですか。はい、じゃあちょっと行きましょうかね。で、先生の授業の仕方も行きますから、じゃあ皆さん小学校6年生ぐらいの気持ちになって、素直な気持ちになっていいですか。素直な気持ち、いろんなことを忘れて素直な気持ち何を忘れるんやでね、突っ込まなきゃって、先生何を忘れるんですかって言って突っ込んでほしいんだけど、これクラスがうまくいくとこうやって言うとね、いろんなことを忘れて、先生何を忘れるんですかとか言って、ね、聞く子供が、これは面白いよな、言ったけど、ね、はい、では松浦さん、はい、一桁の数字でふっと浮かぶことを言ってください。なんか数字、一桁の数字、3、よし、じゃあみんな1の下に、すいません、今度こっちの黒板でやります、いいですかね。1の下に3って書きましょう。はい、はい、3って書きましょう。書きましたよね、もうこれ大丈夫やね。ちょっと隣一応確認、書いてない人になる。あのね、みんな大学生だから当たり前だけど、こう言いながら指示が通らない子もいるんですよ。別に悪気がなくて、ぼーっとしてて、ね、だから一回確認しないとね。はい、さて、3を書きましたね。これですよ、後でみんなが、皆さんが授業やるときの参考にわざとやりますからね。2番目は先生に決めさせて、2番目は、2番目5、算数ですから、3と5を何すると思う？はい、足す。おっ、そう、足すです足したら、失礼な質問だけど、いくつ？ 8 です。いいですね、皆さんね、はい、こんなこと聞いたら失礼だけどね、8、はい、いいですかね。つまり前の2つを足す、いいですか。はい、じゃあそのでいくと、4のとこは5と8を足すから、はい、金子さん、だけど13だけど3しか書きません。これ実は発問が工夫されてるんですよね。つまり13だけど3しか書けませんことは、算数数学的にどういうことなんですか。伊藤さん、どういうことをしなさいって先生は言ってるんですか、案に。1の位だけを書く、1の位だけを書きなさいって言ってないのに気づくでしょ、子供ね。生田さん、他の言い方ないですか。13だけど3だけ書く、一桁だけ、いいでしょ、これ多様だよね、数の表現はね。二宮さん、はい、一桁しか思いつかない。ああ、はい、いいですよね、はい、遠藤さん、二桁は書いちゃダメ、二桁は書いちゃか、いい、いい、はい、どうぞ、北上さん、私も一桁。ああ、なるほど。矢崎さん、十の位は書かない。そう、十の位は書かない。いろんな言い方でしょ、数はいろんな言い方があるので、子供にこうやって何人かでやっていくとだんだん発想広がるな、ね、そうすると5のとこは8と3だけど、ここは何を書くの、せーの、 1だね、はい、ね。じゃああと17までいけそうですか、大丈夫ですか。ちょっと聞きますよ、みんなでずっとやったら17番目はみんな同じ数字になりますか、それともいろいろあっていいですか。だからね、当たり前のような質問だけど、こういう当たり前のような質問も問うと、当たり前、あれなんで当たり前なんだろうっていう理由になるじゃないですか。あのね、皆さんね、私は小学校も中学校勤めてるけどね、そうやってパッと思わない子供がいるんですよ。いろいろあっていいじゃん、ね、さあ、じゃあちょっと皆さんもやってくださいよ。3、5、8、3、1、はい、どうぞ、17までやってください、どうぞ。
子どもというのはやってみたら自信があればあるほど隣の子を見たくなるんです、ね、今みんな見ましたよね、はい、最後せーのでいこうか。これ違ってたらあれだけどね。せ17番目いくつになったかね。せーの5。なんか5になって何か思った。こういう嫌っていうのも書いていくといいんだ。嫌ね、嫌ってこれも大事な。何か思いました。先生が言った2番目の数字を。あ、先生が言った 2番目だから俺5って言ったよね私ね。それになるんじゃない。これ仮説ですよ。金子さんなかなか予想できるねこれ。で、ある子どもの発想を褒めていく、価値づけしていくと、だん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 そういうクラスになる。全員がいっぺんにはなりませんよね。ちょっと確認するよ。6段目からいくよ。大きい声でいくよ。はい、3、はい、4、はい、5、9、はい、4、はい、3、はい、7、はい、0、はい、7、はい、7、はい、4、はい、1。ああ、いいですね。この時迷ったよね、ちょっとね。大丈夫ね。いいですね。先生が5って言ったから5になるんじゃないか。そんな世の中はね。じゃあ金子さん3以外で何か言って。 8。よし、では2番目は先生に決めさせて。5。はい、やってください。松田さん今なんか微笑みあったよね。なんか思ったんだよね。何思ったの。また5になって、うん、また5になって、なんで5になったんだろうと思って。すごいよね。すごいじゃん。さっきは何も思わんかったんだよ。それがこうやって思うってことはすごいってことですね。こうやって授業は子どもの心に変化を起こしてくるよね。金子さんどう思った。じゃあ2が5じゃないとどうなるのって。いや、すごいね。2が5じゃないとどうなるのってね。え、なんか先生が言いたいことをやってるけど、ちょっと行こうか。大きい声で、はい、これいくよ。3、はい、3、8、1、9、0、9、9、8、7、5、2、7、9、6、5。ああ、なっちゃったね。すごいね。で、金子さんは2番目が5じゃなかったらどうなるか。じゃあ さ、2番目さ、例えば先生が7と言ったらどう思う。変わってくる。変わってくる。ああ、先生が2番目が7って言ったら変わってくる。にみやくどう思う。2番目と17番目が一緒になるのかなって思います。2番目と17番目ということは二宮説は17番目も7になるじゃないか。で、金子さんは7とは言えない、うん、あ、なんか疑り深い2やな。ねえ、なんていうふうにして。ちょっと待てよ、これだけやろうか。もうじゃあさ、ここ自由でいいや。自由で、で2番目7にして、で7になったら二宮君ゴールで、この授業が見事終わる。頼むよ。はい。はい。いいですね。はい。どうだ、二宮さん。違いました。何が違った。何が17番目の数と2番目の数が違いました。違いました、はい、みんな何になったかな。一緒になったかな。最初最後になった何になった。3、はい、
みんな9になった。で、はじめ、みんな一緒じゃないよね、はじめ。松田さん何したの最初？4です。4、あれは？7にしました。伊藤さんは？2にしました。ほら、9なんだ、最後。でしょ。はい。つまり、この A がいいんだよ。A が。A っていうのが、次も調べてみたいっていうことになるでしょ。これが事業の原理原則、一番理想的にはね。つまりさっき数学的活動しながら、あれ振り返ったらってなるでしょ。さて、皆さん参加してみる皆さんもぜひ、この続きやってみてください。法則を見つけてもらうとね、めちゃくちゃ面白いですよね。つまり本学はこういう事業の作り方から、もちろん、いろんな法律、教育の法律のことや歴史のことや教科専門のことをいろいろやってまいります。ぜひぜひ、これは本当にダイジェスト版の授業で、ご興味を持っていただいたらですね、ぜひ本学校一回、こういう時期なのでなかなか訪問できるかもしれない。こうやってオープンキャンパスでもうオンライン、ライブでやっていますから、見ていただいて、また情報を取り入れていただいて、こんな学びができるという大学でありますから、ようこそお待ちしておりますから来てください。皆さんありがとうございました。じゃあ皆さんカメラに向かってそしてね、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。